時代をぐっと遡りまして、昭和30年代後半から一世風靡いたしましたクレイジーキャッツのナンバーをお送りいたします。本日はその中でも植木仁さんが爆発的な人気を得るきっかけになった曲をメドレーにしてお送りいたします。曲目を紹介させていただきます。スーダラ節、無責任時代男、学生節、黙って俺についてこい、これが男の生きる道、うんじゃらげ、はいそれまでよ、以上の7曲です。なんと本日は我が音楽隊の名物おじさんの歌を交えて演奏いたします。歌いますのはスーダラ節は日本版のレッドイットビーダーと、スーダラ節を愛してやまない第一音楽隊の植木仁こと矢部雅史陸曹長です。歌だけではなく、その鍛え上げられた表情筋と華麗な動きにもご注目してお楽しみください。題しまして、スーダラ伝説。水曜日は水曜日は水曜日は
りましたね。ご苦労さん。次は1969年から16年という長きにわたって放送されました国民的人気番組にまつわる曲をお送りしましょう。いかりや長介、加藤茶、高木ブー、中本浩二、そして志村けんといえばもうお分かりですよね。ザ・ドリフターズの8時だよ全員集合です。最高視聴率はなんと 50.5% だったそうですよ。ちょっとだけよ全員集合から始まり、ドリフの早口言葉、ドリフのずんどこ節、本当に本当にご苦労さん、ボン回り、ヒゲのテーマ、東村山音頭、そして最後はいい湯だなと当時の番組を思い出させるドリフの世界が詰め込まれたメドレーです。題してドリフミュージックメドレーです。それではどうぞ。
たドリフミュージックメドレー、ユーフォニアムソロは三等階層阿波津よしのり。ヒゲダンサー三等階層大山さとみ。同じく階層長有沢俊則。そして二等階層橋本正文。湯棚は一等階層岩田正輝でした。どうも失礼しました。樋口隊長によります突撃早口言葉に参加してくださった方ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。